東田でございます。お久しぶりでございます。ということで、まあ、最近お店もねバタバタしておりまして、まあ、6月で 1年経ったというところで、まあ、ちょっとね編集する時間とかもそうですし、あとはまあ技術の方をね結構上げてたりとかしたんで、なかなかこうね自分のレベルがというか技術がね上がってこないとモチベーションがこううまくいかないなっていうところだったんですけど、まあ地元方面からねお客さんの方からももうそろそろ上げてみたらっていう声をいただいたので、ちょっと久しぶりに撮ってみようかというところです。じゃあせっかくじゃあ何を上げるかって言ったら、ちょっと前にあのツイッターとかで僕が何やったかな忘れたけど、なんかこう円の動き、ダーツは円の動きだよみたいなのを上げたんですけど、まあそれをちょっと解説しようかなと思いますね。すげえシンプルです。この動きって、この肘を支点に動かしているこの動きって、ここはこう円になるんですよねと。で、肘とか肩はこうイメージしやすい。この肩支点でこう動いてるこの肘の、ここは円になる。この手首もですね。手首は結構忘れがちなんですけど、右手でこう出てしまうとか、結構多いんですよね、レッスンやってて。で、これがこう円の動きになると、なんとなくこう手首がうまく返っていくのかなと。まあ、自然な動きの中 でそれをまたこのねややこしく言うと、円の動きからこの線の動きを変えて走っていったりしますね。まあそんな押すのか引くのか置いといてややこしいなというところで、今日動画でお伝えしたいのは、円の動きってこれだけじゃないよっていう。でこの関節にこう要はコマがついてるみたいなイメージなんです僕はね。このコマをこうつなげていくと線に変わっていくんだよ。あ、もう久しぶりなんでちょっとね調子が悪いですね。でこのコマの線初心者の方とかに結構多いのはこういうなんかこういうポジションとか、こういうなんかこう届かないようなイメージの人って腰がこうぐんぐんぐんって上がったりするしたりとか。なんか変に引っ張ってきてこうギュッて上がってしまったりとかっていうのがなんとなく多くて、で逆に届かないとか、体がしんどいとかっていうのにつながっていくのかなと。で円の動きなんですけど、腰とか体は僕ちょっと考えたんですよ。物を投げるっていうところで考えると、野球とかもそうだし、あと手を使って力を伝えるとか、こうまあいわゆるボクシングのパンチとかなんですけど、こうねじるもんね。でこの動きが結構大事なんじゃないかと思って、でねじった先にまっすぐがある。ダーツ行くとなんかこうやった先にまっすぐがあるようなイメージ。もう全部やるとちょっとしんどいですけど、でそれと僕ね、指までもがこの指が大事なんです。すごい円なんじゃないかって思ったんですよ、ね、なんかこう肘は円、手首も円、ここまではなんとなくイメージが分かるんです。で手首の円も そう言われたらなんか、あ確かにここも円の動きだな。これ肘このほら円の動きなわけじゃないですか。これ関節なんだから、だから全てが回りだしたらこれいいんじゃないか。で僕昔 YouTube の動画で上げてるんですけど、四角より円の方が円滑にというかスムーズに体が動きますよねみたいな。だから体を動かしながら常に動いてた方がいいよねみたいな。でこれと組み合わせた結果どうなったかっていうのは実際見てもらうと思う。これ多分衝撃ですよ。で肘も円、手首も円、指も円で、かつねじりを加えるとで最終何が言いたいかっていうと、まあ、頭で考えていることと実際できることは違うので、たくさんの言いましょうという動画です。まあ久しぶりの動画なんで、ね、このぐらいに収めていただいたた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 た